どうも夏目くです。どうもなるみです。なんか寒くなってきてさ。うん。そんで、仕事が忙しいとさ、今週とか、ま、もう風邪ひけないなみたいになるじゃないですか。そういう時ないですか。こ,この一週間マジ風邪はひいちゃダメみたいな。うん。いろいろ詰まってるしっていう。そういう時に僕結構食べるものがあるんですけど、あのね、風対峙鍋ってあるんですよ。<laughs> 何それ面白そうじゃん。<laughs> ん風邪ひく時ってさ、 ちょっと鼻むずむずするなとか、喉の奥がなんか怪しいなみたいな感じになるんですよ、僕。そういう時に、あのー、今リンク送ったんですけど、うん。まるで食べるサウナ、鍋嫌いの私がたどり着いた風退治鍋っていう記事なんですけどね。これ僕のすごい大好きな、今井まみさんっていう料理家の方が書いてる記事で、この今井さんってね、ノートもやってて、そこですごいたくさんレシピ書いてて、 僕かなりこの人のレシピで料理作ってるんですけど、この風対じ鍋はね、めちゃめちゃすごくいいですね。あの今日も食べたんですよ。作って。これはまるで食べるサウナって書いてあるんですけど、もう食べるとめちゃめちゃ汗かくんですよ。汗びっしょになるぐらいなんか結構発汗作用の強いというか、代謝の良くなるようなものがたくさん入ってて。で、これを食べて汗かいてお風呂長く入って寝ると、ちょっと鼻で水出だしたなみたいなのが、 割と翌朝、あのー、会長に戻るっていうね。そういう感じで、ここぞという時に食べてるんですけど、これすごいいいっすよ。へー、これ美味しそう。そう、めちゃめちゃ美味しそうでしょ。うん。これね、どう作るの簡単で、材料はね、豚バラと白菜とニラとネギ。そんなもんすね。あと大根か。で、あのー、ニンニクと生姜を割と多めに薄切りして、鍋にボン入れるんですよ。 で、あと同時に大根おろしするんですよね。で、大根おろしすったら、すり、すりおろしの汁出るじゃないですか。あれも鍋に入れると。水,水分だけ。で、お酒と水入れて、沸騰させて、そこに白菜、豚肉、ネギ、ニラっていう順番に入れていくるだけで、で、できるんですけど、結構もう、スープの味が生姜とかニンニク効れてて、ややピリッとしてて。で、そこに大根おろしを、卵の黄身と混ぜたやつにつけて食べると、 めちゃめちゃね、なんだろう、う大人好みの、ちょっとツーンとくる感じで、汗とバーってかくような感じでね、味もすごいいいし、とにかくこれ食べるとね、汗がびっしょーと入れて、いや、なんか、いい代謝をしたなーっていう感じになって。なんかあのー、前話したけど、一日外出力班長でさ、班長は風邪引きそうな時、はず、風邪引きそうな時の会あったじゃないですか。あれで野菜とか買い込んで、 部屋で鍋食って、布団ぐるぐるしね寝るみたいな回やったじゃないですか。ああいうタイミングで僕はこれをやるんですよね。これ何人前これレシピに書いてあるのはね、2、3人前かな ?2 人でちょっと多いかなぐらいな感じかな。ね、豚バラ 600g は1人じゃなさそうだな。1人はちょっと多いね。2人かな。でもこれペロッといけちゃうんですよね。うん。さっき僕もこれを食べて、お風呂入って、ちょっと寝て。 今来たという感じでね。え、何ちょっと風邪ひきそうだったのそれここぞった時に食べてほしいし、あと普通に味と、味としても美味しいので、今年これ一回ぐらいやってほしいなっていうおすすめですね。うん、これはやってみたいな。これはマジでいい。えこの今今ま,まみさんっていうのは料理家の方なんですね。そうなんですよ。あの、ノートを書いててそっちでもすごい読者の方いるんじゃないかな。すごいこの人の、 レシピって、うん、僕らみたいに料理がそんな上手なわけじゃなくても、作りやすくできてるんですよ。今ちょっとリンクを送ったんですけど、たくさん書いてて。で、ちょっと他におすすめを言うと、素材別,別レシピの目次っていうのがある。そう。僕はいつもその目次から辿ってるんですけどね。えー、っと。えー、これちょっとブックマーク入れとこう。これいいな。これいいでしょういい。それはめちゃめちゃうまい。 あのゆで豚っていうのがあってほうこれか今井さんの作るゆで豚っていうのはすごい1300ライクついてるうん何も考えずに作れて元気をくれる料理ゆで豚っていう記事なんですけどこれもね丸ごと大きな5 0 0ムと 600g の豚バラ肉塊を、うん、鍋にボーンと入れて、うん、1>, 1時間ちょっと弱火でコトコト煮込むだけですっごい 濃いプリップリに揺られた豚肉が塊できて、それ薄く切ってって、盛り付けて、なんかキムチとかと一緒に、なんか産地とかに巻いたりとかして食べると、すごく美味しいですね。これメニューの、大きいなんとかっていうのが読めんわって,って言おうとしたら、これニンニクって読むのあ、ニンニク。うん。漢字でニンニクってこうなんだ。そうそうそう。知らなかった。あれ他の漢字ないえ これだっけニンニクそれだね。うん。そうなんだ。へえー、知らなかった。これがまず僕が結構作るやつで、もう一個すごくいいのが、これもニンニクなんですけど、ニンニクの香りがそそるネットり塩たたきっていうのがあるんですけど、カツオ、カツオた,たきですね。カツオた,たきって家でなかなか作んないじゃん。ん作んない。でもあれすげー簡単で、魚屋さんに売ってるカツオの柵、長いやつ、あれ結構安いんですよ。 1>, ふんふん1個ね300円4円ぐらいで買えるのかなあれを買ってきて塩を塗り込んで一晩キッチンペーパーにくるんで置いとくんですよそうすると塩が染み込んで水分抜けてキュッと引き締まった感じなんですよねふんふんそれを次の日にオリーブオイルを敷いたフライパンでさっとあぶるだけでもうすごいなんだろ深みのある塩味のついたカツオたたきができて そのまま食べてもいいし、ニンニクと塩食べてもいいし、これがね、すごい簡単にできるカツオの叩たたきで、これもよくやってますね。こんな感じでね、カツオの柵を丸ごと使うとか、豚バタ丸ごと使うみたいな、僕らでもできる丸ごとなんかするみたいな感じのレシピが多くて。ああ、いいですね。なんか週末にそういうのやってみたくなっちゃったりとか、うんうん、あとなんだろう、仕事の合間、昼間ちょっとした時間に、カツオに塩を塗って、 冷蔵庫入れるみたいな、ちょっと置いとく系のものができるので、割とこれ、料理うまい下手問わず、簡単に真似できて、しかも、こういうおっきなものを料理するとなんかちょっとしたストレス解消になるんですよね。なんか、一個工作やったな、みたいな感じで。やってて楽しいというか、ストレス解消になるような、料理を提案してて、かつできたものは全部うまいっていうね。うーん。このさ、ちょうどいいですね。うん この今井まみさんのこの提案力というかちょうどいい。例えば、5時間かけて、6000円かけたら、多分誰でも何でもできるんですよ。でも、それ、主婦の方というかね、普段料理してる方が何、何お父さんが、よしじゃあ俺が作ってやるって言って、それやられると、お前、そんなお金あったらさ、ってなっちゃうじゃないですか。めちゃくちゃムかつくよね。そう,う,そうどれだけこっちとら、 えっと、残り物で、あと何回ご飯食べるからっての、あのもやしは賞味期限があるからっ,って頑張って考えてるのに。うん、いきなり週末にさ、大くな料理やって、しかも片付けもちゃんとやんないみたいな、一番嫌なタイプじゃないですか。ね、作ったから片付けてみたいな。そうそうそう。そう。って、なりがちなんですよ、レシピって。うん、そうじゃない、何ぐーたらレシピと言いますか、うん、脱力レシピと言いますか誰でもできる、なんだろう、大雑把ぐーたらレシピなのに、 やっぱちょっとした工夫で美味しくなってるんですよね。かつ、あれ品目が実は少ない少ない少ない。それいいよね。うん、なんか、それ一生使わねえだろう、なんとかソースみたいな。うん。今回大さじ1使ってもう一生使わないみたいなことないんですよ。いい。そういうのいいよ、うん。今井まみさんはね、なんか、男性にもおすすめしたい料理家ですね。 うん。ま、なんか男女じゃないかもしれないですけど。ま、そうそう。<ど>あの男の人好きそうなんで。好きそうす。レシピは多くないですかなんかニンニクよく使うじゃん。うん。好きちょっとガツンとくる感じのものが多いので。いいね。この人ちょっと僕、うん、気に入っちゃった。この素材別レシピの目次をぜひね、スマホのホーム画面置いとくと、めっちゃいいよ。へえ。いい。いいでしょう。 で、鍋だとやっぱこの風禅退治鍋っていうのを編み出していて。冬はこれですね。うん。ちゃんと見ていないが、この人は有料ノートがやっているマガジンとか。やってないかな。あればいい。い料で出してるんですよ。買う買う。うん。買う買う。なんか、しらの有料にうまく動線作って。ね、買う買う,う。あとね、料理のオンラインレッスンやったりとか。うん。あと多分本は何冊も出してんじゃないかな。 うんうん、いや、でもほんと有料でいいレベルのレシピをね、たくさん出してくれてるんですよ。いいですね。えー、料理教室通いたい、僕。ああ、いいですね、料理教室ね。玉ねぎ切るのを、僕最近まで多分違う方向で切っていて。うん。ふとした時に横向きに切ってみたらめちゃくちゃ切りやすくて、あーこれ、世の中で食べる時に出てくる時こういうサイズ感だわっていう感じで切れたんです <laughs> 間違えてた。うん,うん。そういうの多分死ぬほどあるから。 そういうのをなんか、あれじゃない、得意の YouTube で見ればいいんじゃないのあー、確かにね。まあ確かにね。う,うん。なんだろうな、なん、確かに。YouTube で見るか。まあでも、隣で目の前で誰かやってくれるの見るのが一番早いんだけどね。うん。うん。あとは、自分自身で何が間違っているかわからないから、指摘してほしいのかも。うんうんまあ、発見できないよね。ダメなところをまず知らんからっていう、ね。玉ねぎの切り方ってググ、YouTube で出さないもん。うん。 確かにな。うん、今井さんね、ちょっとツイッターとかフォローしとくといいっすよ。へぇ<ー>。今、貼ってきましたので。うん。この間の、ショトさんは有料ノートで買っといて、今井まみさんは普段このレシピを無料なので見ながら作ってるって感じですね。ふんふんふん。いいですね。どんぐりで紹介されたんだっけインドの味。あ、そうそう。うん。 あれめちゃくちゃいいっすね。めっちゃすごくないあれ。僕はもう完全に僕ドハマりだわ。あれやばいよね。あれやばい。だって鶏もも肉と煮込むだけだよ。そうそうそう。でも味が普通のカレーを超えてるでしょ完全に。超えてる。あれ美味しいよマジで誰でもできる。ちょっと前に紹介したやつですけど、インドの味っていう、ちっちゃな小瓶なんですよね。うん。この小瓶の中身を全部鍋に入れて。そう。ちっちゃな小瓶。 ちょっと重複表現でしたね。<laughs> <laughs> ちっちゃな瓶に入ったカレーペーストを全部鍋にあげて、空になった瓶でね、水2杯だか3杯だか入れるんですよね、うん。で、沸騰させとかブクブクさせてお肉入れるだけでも、かなりうまいカレーですよね。かなりうまいね。僕、うん、信用してなかったんですけど、かなりうまいなあれ素早く試したね、夏目さんね。カレーライス好きなんで。うん、僕結構一人暮らしからしてからずっと、 カレーはあれで作っててあ。そうなんだ。結構昔からあるんですね。あの会社、なんだっけマリメッコみたいなマ。マリモッコリみたいな会社。マスコットなんとかじゃなかったかなマスコットフーズみたいな感じだったよね。かなあそこいい。うん。四川風マーボとかあんな知ってますあそこは出してんのそう、あの瓶であ。あ、瓶で出してんの同じような感じで。あの瓶、4つぐらいシリーズがあって。うん。中辛辛口、うん、カレーライスの。 あとバターチキンとポークビンダルーがあったよねそうで四川風麻婆もある、うん、あそうなんだそれ知らなかったあの豆腐と混ぜるだけへえそれも作ったのえっと今家にあるんですけどまだ作ってあそうなんだ買ったそれちょっと楽しみだね麻婆豆腐も多分うまいんだろうねあの感じだとそう見るからに豆腐に入れて混ぜるだけみたいな感じでしたね、うん、いいじゃないですかそれあれいくらぐらいでしたっけ ?5600 円ぐらいですよねスーパーで買うと500円ぐらいかな うん、あれね、アマゾンだとね、逆に高いんですよ。やっぱり、僕アマゾンで買ったんですけど、うん、ちょっと高いなと思った。高いよね。スーパーだと400円か500円で売ってるから、その辺のスーパーで買うのが一番いいね。へー。もしくは、直販がある説。でも割とライフとかなんか普通のスーパーにあるから。ありますうん。ネットでわざわざ買う必要ないかなって感じだね。通販だと税抜き650円。税込み702円。あー、だったらね。直販だと。 あの、普通のそれの辺の売店の方が安いね。うん。ちょっと値引きして売られる感じ。いやいや割高だな,なと思うけど、人参買って玉ねぎ買ってじゃがいも買ってとかを考えると。普通のカレーのルーの2倍するけど、半分の工程で作れて、数倍うまいみたいな感じじゃないそうですね。工程で言うと10分の1じゃない ?10 分の1ぐらいだね。相当少ないよね、うん。完全に10分の1。で、味も数倍うまいから。うん、美味しい美味しい。 ルーの値段が倍ぐらいならば全然許せるなっていう。許せる。いいね。いいよね。これそう、視線の味があるんですよ。これやってみたいんだよな、うん、早く。来週やってみる。えー、これはなるみさん勧めた中で僕は結構ハマりましたね。いいでしょう。いいあれ以外もう使う気なんないんだよ、もう。買っちゃうとね。ななぜひ今井さんのね、風対地鍋も食べてみて。うんうん。超いいっすよ、この季節は。